大体何分ぐらいで焼き上がるんですか？3分ですね、トータルで。生地が焼けば焼くほど香ばしくなるごまの生地なので、うん、結構食事系は3分ぐらい焼きますね、トータル。その間にトッピングをしていくって感じ。なかなか珍しいですね、カルボナーラ。ごまの生地も他にはないと思います。カルボナーラもうちしかないと思います。とりあえず半熟の卵が作りたくてやってたんですか？そうなの、ごまやなんです、うちは。ごまやでごまの美味しさを伝えたいっていう思いで、まあ、スイーツも食事系も両方に練り込めるこのクレープを始めて、焼いてる時も今みたいに香りがとってもいいので、あとトッピングもあんな感じで見てもらえるので。全部で何種類ぐらいあるんですか？全部で50種類ありますね。はい、ごま好きさんがいろんなところから来てくれはります